ガリュバイは枝が低く伸び竜が寝そべっているように見えることからその名が付けられ伊勢市の天然記念物に指定されています学問の神様として知られる菅原道真が左遷されたとき家臣を伊勢神宮に送って紅白の梅の木を奉納し自分の冤罪が晴れることを祈ったのが起源とされています市内の公園には40本余りの梅の木があり地元の人たちが剪定などの手入れをして保存活動を続けています 今は七分咲きで爽やかな早春の香りが園内に漂っています。ガリウバイの実頃は今月末頃までということです。